はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、暖かかったですね。12月のね、もう半ば過ぎとは思えないぐらいのね、気温になりました。まあ、明日からまた寒いそうなんですが、えー、そんな中でね、開催される朝日杯フューチュリティステークスの番外編予想の方をお届けしたいと思います。 で、まずはじめにということなんですが、今週ね、追い切り判定動画しかアップできませんでした。えー、まあちょっと体調がね、悪すぎて、ほとんど寝たきり状態になっていましたので、ということなんですが、えー、そんな中で、ね、まあ一応話していたね、えー、クッション値が生み出した怖い状況からの解明の展開を一つ。で、もう一個は、まあ追い切り判定動画で気になった馬にですね、えー、数頭三着に加えた馬券を買うことにするということで、まああのー、追い切り判定動画の中でも言いましたけど、まあ、今回はちょっと素直にね、予定通りにあの、軍門に下る馬券みたいな、そんなとこを テーマにしてちょっとね買いたいなと思いますはいでまや、あ、み上がりというかですねやみ上がりきってなくてですね あの、咳でね、眠れないぐらいの状況っていうのはなくなったんですけど、やっぱ喋ってるとね、苦しくなってくるので、まだまだだなっていう感じなんですが、まあ、今週はね、こんな感じでやり過ごして、えー、有馬記念さすがにね、1年やってきた最後になりますので、顔出して、イレブンベッドで楽しんでいきたいと思いますので、まあ、今週はね、こんな感じでお届けしますが、あの、よろしければ来週もね、ご覧いただければなと思います。 さてさて、えー、クッション値とモーリスンクというところで、えー、年末の阪神競馬場のクッション値は高めが多いですね。え日、ー、ハイフューチュリティステーフスに関しましても、これまで、えー、JRA がクッション値を発表してからの中でクッション値9.5以上しかないんですよね。なんですけど、今年だけはですね、クッション値がですね、あの、阪神競馬場の開,開幕スタートから低くて、 この年末ね。で、えー、しかも金曜土曜とね、雨も降りましたので、日曜朝時点のクッション値が9.5以上になることは相当な何かがね、地中で起こらないと、ないのかなとは思うんですよ。はい。で、えっ、ー、と、阪神の芝1600メートルでクッション値が低いめの、低めの場合、今回の出走メンバーの守護場で言うと、モーリス3区がね、高成績なんですけど、まあ、該当する3トは以下ということで、 はい、えー、ミルテンベルク、ムルザバイフノーザンファーム、ダノマキニ、ルメールノーザンファーム、生産ですね、シュトラウス、マーカンのノーザンファームということで、まあさすがにね、これはあの、うん、もう今週の月曜日から体調崩して辛い中でもね、一人でこれを見てけたけた笑ってるような、そんな状況でした。 まあそんなわけでね、この3頭、いろいろな思惑を考えてね、えー、今回は素直にこの3頭の単勝とボックスっていう買い方をしようかなと、まあ、考えていたんですけど、シュトラウスとダノン・マッキンリーの2頭の単勝図、まあ、人気サイドですからね、あまり魅力を感じなかったんですよ。その中で、ミルテンベルクだけ、あのオッズかなり低いですし、 で極端にあの、まあ、これまで人気だったのにね、ええー、まあ、急にあの、競馬ファンが見放したような感じにもなっておりますので、ま、単勝押さえておきたいと思いました。なので、とりあえずね、単勝ミルテンベルクと生まれんこの3とモーリスボックス、ここはもうちょっと確定で、えー、買いたいなと思っております。 で、まあちょっとね、ミルテンベルク絡みの話だったり、そうじゃない部分もあるんですけど、あの、G1 の時期になるとね、やっぱ過去10年のデータみたいな、結果みたいなものがね、目にする機会が増えるんですけど、で、この朝日杯に関してはね、前走一着しか勝たんぐらいの気持ちになるような数字、皆さんもね、今週多分いろんな記事で見たと思います。なんですけど、朝日杯の過去10年、出走馬の半分がね、前走一着ですからね、二歳戦ってことを忘れるなよっていうとこなんですよ。で、上位人気の成績の大半が前走一着なので、 うん、もう馬が走ってんのか、数字が走ってんのかっていうところをごちゃまぜにしちゃよくないよなっていうところですね。はい。だって前走一着の馬が半分いる二歳戦ですよ。前走一着、え、前一着の馬がね。はい。で、前走一着の馬が過去ずっと勝ってても何ら不思議じゃないですからね。うん。下手したら、あのー、サイコロのね、えー、偶数奇数、半長爆打 でも、偏ったらそんぐらいいきますからね。同じ方の半分にね。はい。なんで、まあ、前走着順に関しては正直僕はどうでもいい話だなと思います。で、ミルテンベルク前走5着です。前走5着は浅はい。過去10年で馬券ないなしとかね、言う人もいますけど、過去10年で7頭しか該当していなくて、うち5頭が単勝50倍以上なんで、そこを同列に並べてね、あのー、もらっちゃあの困るよなっていうところですよね。数字を扱っていく上で。 で、この間ね、うちのあの読者様がすごくいいことを言ってたので、そのまま使わせていただくんですけど、やっぱ G1 のね、過去10年データ、過去10年、10層ですよね、10レースのデータなんて、あの、僕ら競馬のガチ勢が使うデータの波数の中の波数の中の波数にもならない数字なんで、基本的にはね、僕は気にしていません。はい。 なので、あの、毎週ね、競馬のまあ予想とかいろんなものをしたときに、いや、竹内さんこのレース何々本命にしてますけど、このレースは前走何,何かく何々で、え、明かり何々から何々で、前走丸番人気から丸番人気の馬を馬券内に来たことないんですよ、とかっていうのをね、あの、わざわざ教えてくれる競馬初心者の方とかおられるんですけど、正直あの、波数の中の波数の数字なので、そういう結果は。はい。なので、あの、どうでもいいと僕は思ってます。 で、まあ年末なんでね、あの、まあ来年に向けて今年競馬初心者の競馬を始めた方とかで、来年からガチでやろうっていう方がもし聞いてたら聞いてほしいんですけど、えー、競馬のその過去何年のデータとかって結局競馬って人気上位の馬の方が勝つ確率が高いんですよね。で、人気上位の馬って前走を構想してる確率が高いんですよ。そういうところで言ったら、過去10年で歪みはありますけど、偏りはありますけど、多くの場合、あの、過去10年で構想した馬をピックアップね、あの、ここは 勝ってないここは化けないきてないっていうのを消してって残った馬って人気の馬だけなんで、はい、結局だったら人気通りに買った方がいいんじゃないですかっていうね予想の手間がですねあまり意味がないんですよ最終的に、えー、で当た,当たった時のその実感とか喜びも薄いので、うん、そこに気がついて、えー、2024年ねなんかあの違う自分なりの見方とかね作ってほしいなと思います、はい、でミルテンベルクなんですけどカリカリするところがある馬で初マイル 普通に考えればね、厳しいところだと思うんですけど、まあ、うちに入ったことでね、少し希望は出てきたなと思うんですよ。で、えっと、まあ、折り合いに成長を持たせるためのウッド調教であったり、合わせ我慢させたりとか、すごく良かったと思います。そういうところを消化しました。えー、それやりつつね、土曜にはね、半、えー、路で52.3秒。うん。 もう土曜日としてはもうとんでもないというか、別に追い切りでもいい時計ですしね、遠慮なしの高度計出していると。で、カリカリするっていうところを考えたら、土曜日とかにね、こういうのを、こういう時計出して変なスイッチ入っちゃうリスクもあったと思うんですけど、これぐらいやって全てうまくいけばっていう、まあ一発を狙って色気、そういうところをね、出してきた状況だと思いますし、竹秀則旧社のね、土日半路で追い切り並みの時計パターンっていうのは、これかなりね、9社の大きな武器として、この数年どんどんね、あの変化を見せている、結果を残してきています。 でこの手法でね障害の準ベロシティなんかも重症で結果が出ているっていうそういう点も魅力なので、まあ、2023年もね、えー、終わりが近づいてきましたがこ武英則9社かなり僕は今年注目して見てきましたけどうんここで一つねこういう内容で結果が出せたらまた来年さらに飛躍できるんじゃないかなっていうねそういう期待もありますね。 で、あとはですね、あの、追い切り判定動画でピックアップしたジャンタル・マンタル、エコロバルツ、タカノ・デュード、待機版、クール・エン・アラブ・フェイス。で、その他でちょっと僕のね、自分のまあ指数なり何なり、自分の予想なりで気になったのがセットアップとアスクワンタイムっていうとこなんですよ。で、これらをまあ3着に加えた3連単を追加っていうことで、まあ、これも追い切り判定動画の時に話していた予定通りにはなりますが、あのジャンタル・マンタル、シュドラース、ダノン・マンキンリーの組み合わせの3連単とか、あの、いらないので、 僕的にはね、当たってもまあ必要ない配当だなと思いますので、えー、あ、あの、あくまでもね、今回あの三連単均等で買えますのでっていうことです。はい、強弱つけるのは全然ありだと思いますけど。はい、なので、まああの、ミルテンベルク絡みだけにして、えー、ですね、ジャンタルマンタルが入る馬券だけは、ミルテンベルク絡みだけにして分割した買い目にしようと思います。 なので、まあ、僕としては、ま、単勝ミルテンベルク買って、生まれんでミルテンベルク、シュトラウス、ダノンマッキンリのさっき言ったね、ボックスですね。思惑ボックスというか、えー、軍門に下るボックス。はい。こちらね、買いたいなと思います。ま、さすがに、そうですよね、あの、今年だけ、ですからね。はい。今年だけ、あの、阪神のクッション値、朝日杯のクッション値が、ね、当日のクッション値がおそらく低いであろう。 その時に限って、モーリッツ・タンク・がすべて外人除去が乗ってて、すべて農ン生産だっていうね、ところがありますので、やっぱそういうところにはね、僕はこれまで逆らってきましたけど、大きな力に逆らう自分にちょっと酔ってるところがありました。なんですけど、これまでの結果を振り返ると、こういうこと言った時にですね、素直に従ってりゃよかったじゃんっていうケースの方が圧倒的に多いので、はい、えー、そうさせていただきます。で、3連単に関してはですね、先ほど言いましたけど、はい、えー、ミルテンベルク、シュトラウス、ダノン・マッキンリーですね。だから3番、8番、17番。 3番、8番、17番からですね、3着に1番、2番、6番、8番、11番、12番、15番、16番、17番。えー、これ何点かな点数多く見えますけど、そんなに多くないんですよね。42点かなはい。で、さっき言ったみたいにですね、えっと、ジャンタル・マンタルの絡みだけは、えー、ショトラス・ダノン・マッキンリとの、えー、1、2、3着、僕、別にいらないので、1、あの、百0 0倍もつきませんからね、おそらくね。なので、えっと、8番、17番、2番、3番。 っていう形で、2番から8番、17番、3番ですね。ミルテンベルク折り返しのシュトラウスダノマッキーに折り返しの3着に固定というような形の3連単をね、買わせていただきますでまさかのね、日曜クッション値9.5以上まで爆上げになってた日にはですね、これは僕はあのセットアップの単勝だけ買って観戦しようかなと思っております。 はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、競馬本庁舎の竹内がお届けしている竹内部というチャンネルになっておりますが、えっと、まあ、予想の動画よりもね、平日にアップしている様々な動画の方が馬券に直結しますよっていうのが、まあ、うちのチャンネルの売りですけど。はい、えー、皆さんね、えー、っと、土曜日、昨日ですね、撮りましたかはい、撮った人多いんじゃないですかね。えっと、中京の、 え、何レースでしたっけねえー、っと、待ってくださいね。えー、っと、思い出しますね。8レースです。はい。中京離8レースの待機エクセ、えー、待機エクセロン。6番人気ね。単純14.9倍だったと思います。西園翔太級者です。はい。僕、特集動画アップしましたよね。この秋にね。うん。 西園翔太先生は自分があの弟子入りしたり修行したとこね、矢萩先生とか特にそうですけど、かなり調教のパターンが色濃く出てますよと、矢萩先生と同じパターン、半、えー、路53秒台か12秒台まとめ加速ラップいいですよと。ってことは矢萩先生がたまにやってきて絶対買わなきゃいけない突然のウッドの姉妹早め。この時っていうのは西園先生もね、ガツンと今後来るかもしれませんよねっていう予言をしてから、まだ1ヶ月も経ってませんけど、 はい。体型エクステロンね。見事に、あの、ウッドウイキに切り替えて、えー、中穴で一着楽勝という結果を出しました。はい。で、まあ、あの、直後にはですね、SNS の方で、ま、当たったと。待っててよかったと。動画見てよかったというお声もありましたけど、あ、もう忘れてたと。<laughs> そんなね、若い調教師のこと考えてられないよっていう声もありましたけど、でもやっぱうちの予想ってね、あの、まあ、あの、ステイアズ・ステークスのアイアンバローズの件もそうですけど、 やっぱね、一年後、二年後の予想をしてるんですよ。この竹爪っていうチャンネルは。はい。なので、そこをね、楽しんでほしいですね。もちろん、目先のレースっていうのは、当然目先にレースが起こるので、そこは、あの、仕方ないっていうか、あの、そこに力を入れるのは当たり前なんですけど、 うん、やっぱ先々ね、どういうふうに競馬馬券買っていこうっていう武器をいっぱい持っておきたいと、そういうのね、かなり重要だと思いますよ。だから、えっと、目先のレース、今週のレースだから今週予想しようっていう人がいる中で、いやいや、今週の予想をね、ある意味もう俺1年半前からやってるからっていう状況にしておくのがすごくあの僕はプラスだと思うんです、はい。なぜなら他の人はそういうことをあまりやらないから、競馬ファンの方はそういうことしませんからね、基本的に。 なのでそれが自分だけの武器になっていくわけです。そういうチャンネルを目指していかなければいけないなと思いましたし、今んところそれが実現できています。 なので、今年もうすぐ終わってしまいますが、2024年もね、そんなようなスタンスで、2025年、2026年につながるような動画をアップしていけたらなと思います。で、今年アップした動画っていうのはもちろん、2024年、2025年につながる動画もたくさんアップしてきましたし、2年前にアップした動画っていうのはもうね、今年役立った、来年も役立つでしょうっていう動画をアップしてきています。うん。 なので、えー、結構ね、えー、じっくりあの膝を突き合わせて、あ,あの付き合っていただくようなチャンネルになります。瞬発力やあの瞬間最大風速はあまりないチャンネルなんですけど、こんなんでよろしければね、えー、まあまあ皆さんも、まあこれ初めてあのうちのチャンネル聞いてらっしゃる方で、 まあ別に馬券はこれから先ね、ずっと何年も買っていくよって、そういうもう予定が決まってる方とか、そういう自己分析してらっしゃる方はぜひね、チャンネル登録をして今後も見ていただければ損はないかなと。はい、そういう自信もあります。はい。明日の馬券のこれ当てろって言われたら自信ないですけどね。 はい。一年後、二年後に、あの、皆さんの回収率が上がっている、そういう状況を作る。それに関しては自信ありますので、ぜひぜひね、末永くお付き合いください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。来週こそはちょっとね、もうちょっとあの、キレのある声に戻して、えー、最後締めたいと思いますので、はい。えー、応援よろしくお願いいたします。竹内でした。バイバイ。